TBS 系ゴゴスマ GOGOSMILE に生出演し、自民党女性局が先月行ったフランス研修をめぐる問題に憤りをあらわにした。女性局は先月末に海外研修のため38人でフランスへ出発。一方で松川るい参院議員は自身の X に、観光名所のエッフェル塔の前で参加者と共にポーズを撮った写真を、広瀬めぐみ参院議員はフランスでの食事の写真をそれぞれ掲載し物議を醸した。問題について釈明した元スピードの今井絵理子参院議員について、鈴木は今井議員は元タレントです、どういう発信をしたらどう思われるか分かってんねんから、今井議員はどちらかというとタレント議員やねんから、あなたにどういう議論をしたのか求めてません。 TBS 系